今日も始まりましたチェケチャンネル。本日はですね、千葉県にあります鎌ヶ谷大仏会員制のお店でクリコの部屋というお店を提供していただいて、ここでね番組撮らせていただきます。今日はなんとですね、私が高校時代市立船橋でサッカー部一緒に汗を流したキャプテンの敷田隆義さんに登場していただいて、今後のね夢の話とかそんな話を聞いていきます。では敷田隆義さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今市立船橋のコーチ、はい、サッカー部のコーチもやられながら峰先生という形で各地で大活躍されています。今日いろいろね根掘り葉掘り聞いてみますので楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。